のトップニュースです。今週記録的な大雨を引き起こしたハリケーンは現在徐々に移動しており、明日の朝には落ち着きそうです。湾岸では一隻の船が行方不明になり、救急隊が捜索に当たっています。こちらの詳細は情報が入り次第お伝えします。さらにここ数日の豪雨によって一部の地域では膝の高さまで浸水しており、住民に被害をもたらしています。レーダーの観測によると、今後は勢力を弱めながら北上していくと思われます。明日の朝までには天候も回復し、嵐の被害はどうだって？雨も収まる。まだ行ってない。マーガレット、開けてくれ。もう一人だ。はいはい。あら、まだ子供じゃないの。そうだな、もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう。ここに数日いれば町まで連れて行けるだろう。ゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ、きっと船のオイルか何かで汚れちゃったのね。そうだな、うん、着替えさせて温かいベッドで寝かせてあげて、うん、ルーカスの昔の部屋がいいわ。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス、静かにしろ。もう使ってない部屋だろ。民宿をやるのが夢だった。夢が叶ってよかったわね。寝かせて、スープを温めるわ。今夜はスープが美味しいわよ。どうしてルーカス。さっさと着替えを持ってかねえと俺の部屋が汚れちまうだろう。着替えはランドリーに置いてあるわ。
この子をきれいにして服を着せてやってくれ。ボートハウスを見てくる。半分沈んでたからな。わかった。よし。いい子だね。綺麗にしてあげる。みんなもらった。何？父さん、停電した？雷でも落ちた？あの女の子はどこ？何の音？ルーカス、どうしたの？しっかりして。一体何が起きてるの？あの子からの贈り物だ。こっちへ来て、あの子が私にくれた可愛い子供たち見てごらん。何してる？キスしてちょうだい。どうしたの？ガレージへ行け。ロープを取ってこい。行け、早く。邪魔するんじゃないよ、ジャック。あの子の家族にね。やめんか、マーガレット。おい、頼むから手荒なことをさせんでくれ。母さん、どうしてあんなことに。すぐ行くよ、父さん。やめて。心配する。こんなもんじゃまだ。綺麗好きはいいことだ。俺がお前の母さんを綺麗にしてやるからな。あの子の望みだ。あの子への愛情を見せてやる。俺たちが
愛情を見せろとあの子は言ってる。父さん、あの子をがっかりさせたくないだろう。それは良くない。あの子って誰なの？お前の妹のエブリンだよ。ロープを持ってくるのに一体いつまでかかってる。お前にはお仕置きしてやらんと。父さん、どうしちゃったの？この家にいる限り俺の言うことには従ってもらうぞ。早く逃げないと。ゾーイ、さっさとここを開けろ。近づかないで。こんなことしても無駄だ。やめて。あの子の力を受け取れ。逃げなきゃ。あの子は一人で寂しいの。守ってあげないと。新しい妹ができて嬉しくないの？ゾイ、やめて。いや、ごめんなさい。私何かおかしいの？母さん、来ちゃダメ。やめなさい。家族に触れないで。どういうこと？何が起こってるの？ほら、これを取って。逃げて。大丈夫だよ。助けを呼んでくる。ありえない。お姉ちゃん。
ちゃってたみたい。おやおやおや、ようやく起きたみたいだな。まずいコーヒーの匂いで目を覚ませよ。ルーカス、大丈夫かい？昨日の夜は嵐でみんな大騒ぎだったからね。うん、大丈夫。でもすっごく変な夢を見てた気がする。小さい女の子が。朝ごはんを食べ終わったらルーカスを連れて嵐の被害がないか調べてくる。お前たちも家の周りを確認。それはいいアイデアね。前のハリケーン覚えてる？最初は被害が少なくても次に雨が降ったら大変なことになったんだから。よろしくお姉ちゃん。